テヘランメトロはイランの首都テヘランで運用される都市高速鉄道。運行中の7路線からなる。期間は標準機乗車券は距離に関係なく1回の利用ごと2200リアールである。すべてのテヘラン地下鉄の列車の先頭車及び最後尾は女性専用車両であるが、その他の車両は男女関係なく利用できる。 テヘランメトロの1日平均の乗客数は126万人、年延べ約4億4700万人であった。モフセンハーシェミーラフサンジャーニー前テヘランメトロ総裁。テヘランメトロの車両内にて、テヘランメトロの車両をバリアする駅テヘランメトロイラン、最初の地下鉄となるテヘランメトロの初期部分はイラン革命前の1970年代に計画されたものである。 1970年予算計画機構及びテヘラン市長はテヘランメトロ建設についての国際入札の実施を発表。フランスのソフレトゥーが落札し、同年中に予備調査が開始された。1974年イ路メトロ計画と呼ばれる最終報告書が提出される。イ路メトロ計画は中心部における環状高速道路、 新たな郊外地域に対する高速道路2路線、そして8路線のメトロ路線と、これを保管するバス及びタクシーによる交通網を提言したものである。1976年、地質調査を開始。1978年、テヘラン北部でフランスの企業によって建設が開始されたが、イラン革命とイランイラク戦争の勃発でごく短期間のものに終わった。 1980年12月、ソフレトゥはイランでの事業を凍結。1982年3月3日、イラン閣僚評議会は、フランス企業によるテヘランメトロ建設、運営の停止を正式に発表した。したがって、建設そのものは1980年から1986年まで、ほぼ完全に停止した状態であった。1985年夏までに、 都市化の急速な進展と公共交通の整備不足は深刻な問題となり、テヘランの交通整備計画の早期再開が強く迫られるようになっていた。同年、テヘランメトロ施行計画が法律上の計画、テヘラン広域メトロ鉄道会社設置法修正事項に基づき再認可を受ける。これは明らかに革命前の地下鉄計画をそのまま引き継ぐものであった。 計画再開にあたってはとなっていた。同法に基づき、今後のメトロ建設、管理に備え、テヘライ広域メトロ鉄道会社が1985年4月に設立された。メトロ社は以降アスガルエブラーヒーミーアスルが11年に渡って経営した。この間、メトロには数億ドルが投じられ、またメトロ社には政府からバンダルアッパースの鉄鋼石鋼産の採掘権、 オガーンの軽装土鉱山の採掘、販売券、エスファハーンの製油所の余剰物の輸出券、同じくエスファハーンの鉄鋼石鉱山からの輸出券などの利権が認められた。同社により、テヘランメトロの建設が再開されたが、打ち続くイラン・イラク戦争により、作業の進行は遅滞し、しばしば中断することになる。1998年、アスガル・エブラーヒー・ミー・ヤスルが退任し、 モフセン・ハーシェミーが引き継いだ。モフセン・ハーシェミーは、ハーシェミー・ラフサン・ジャーニー元大統領の息子である。1999年3月7日、テヘランメトロの最初の路線となる5号線が開業した。テヘランのサーゲギン家広場からキャラ島での 31.4km。陸上を走る電化路線で、途中駅バルダーバルドのみという形での部分開業であった。この路線は、 中国の中国北方工業講師により建設された。2000年2月21日、初の地下鉄路線となる、東西方向の2号線の正半が開業。テヘラン都心部のエマーム、ホメーニー広場と西高のサーデギー家広場を結ぶ、ものであった。同年8月28日、南北方向の1号線の南側が開業。テヘラン都心部と南部を結ぶ部分の開業であった。 以降、1号線、2号線は、連年延伸が続けられている。2008年4月には、テヘランの中心部を東西に走るエンゲラー部、大通りの地下を経由する4号線の都心部が、開業した。テヘランメトロの各種設備は、広範な国際企業により、製造されたもので、1号線、2号線の車両は、クンティックによるもので、 線路とポイントはオーストリアのフェストアルピーネによるものである。また5号線の2階建て車両はクンティックに供給され、アラークのパールス車両が組み立てている。現在までに約20億ドルがメトロ計画に投入された。テヘランメトロは現在、運行中の7路線で1日300万人の乗客を輸送している。うち1号線、3号線、4号線、6号線、 7号線はメトロ車により延伸中である。1号線はおおむね南北方向の路線である。テヘラン北部の中心地、タジュリーシュ広場から、都心のエマームホメーニー広場を経て、テヘランバーザールに沿って南下。南ターミナル、レーシ、ホメーニー病を経て、キャフリーザクに至る 36.2km の路線である。2015年1月現在、北は、タジュリーシュ、南は、 キャフリーザクマで開業。路線図上のラインカラーは赤。開業済みは延長 36.2km29 駅、うち23駅が地下駅、6駅が地上駅、2駅が建設中である。2005年現在、1日の輸送容量は64万人で、各駅の停車時間は20から30秒となっている。各列車は7両編成で、1両あたりの着席。 立席合わせての定員は1290人。最高速度は時速 80km、標定速度は時速 37km である。2001年に都心部のアリーアーバードとダルバーゼ・ドーラと駅間が開業。その後、第1期区間となる2003年までに、南のホメーニービョーから北のミールダーマードまでが開業している。その後、第2期延伸として、 ミールダーマード駅からタジュリー州広場まで北へ向かっての工事が実施された。2009年5月20日、ミールダーマード駅からゴルハク駅間の 4.1km が途中一駅と共に開業し、さらに2010年にゲーターアリー家まで開業した。掘作は2007年3月までに完了していたが、巨石、岩盤、漏水の問題に直面した上、政府が テヘラン氏に対する資金の拠出を拒否したことから、資金調達の面でも問題が拡大するなど問題が多かった。また、2011年7月には南に腹目、モタッハルからキャフリーザクまで延伸し、2012年には北側型ジュリーシュ広場まで開通し、南北全路線が開通した。2017年8月7日に、シャフレアフターブからエマーム、 ホメいニー国際空港までの区間が8号線として開業した。2016年には、シャーヘドからシャフレアフター部までの 4km の区間が1号線の支線として開通していたが8号線に組み込まれたが、再び1号線の支線になった。この区間は、総延長 31km3 駅、24時間運行されている。地上区間が大半。 最高時速 120km 運転となり、地下鉄としては高速運転を行っている。郊外の衛星都市であるパランドまでの延伸区間が建設中となっており、完成するとこの支線は総延長 50km の路線となる。2号線、シャヒード・バーン・ケリー駅2号線のラインカラワーを、おおむね東西方向の路線である。西のテヘラン・サーデギー・イ駅から、 都心部のエマームホメーニー駅を経て、東のファルハングサラー駅まで、延長 25.4km、地下区間 19km、地上区間 6.4km。22駅が設置され、うち21駅は、地下駅。エマームホメーニー駅で1号線と、テヘランサーデギー駅で5号線と接続する。初開業区間は2000年2月の西半分。 テヘラン・サーデギー駅とエマーム・ホメーニー駅間である。以降、東に向かって、2004年、エマーム・ホメーニー駅から、バハーレスターン駅まで、2006年3月に、バハーレスターン駅からシャヒード・マダニー駅、サルサバズ駅を経て、エルモサン・アト大学駅まで、2006年7月に3月、開業区間の途中駅、ダルバーゼ・シェビーラーン駅、サバーラーン駅が開業した。 さらに2009年2月、エルモサンアト大学駅から、テヘラン・パールス駅、2010年6月に、テヘラン・パールス駅からファルハング・サラー駅まで、開業している。3号線テヘラン駅3号線は、路線図上のラインカラーは水色。むね南西から、北東方向に走る。テヘラン南西、アーザーデガーンから、テヘラン駅、エマーム・アリー大学駅、バリー・アスル駅。 シャヒードベフヘシュティ駅を経由し、北東部のガーエムに至る 38km の路線である。2012年に、シャヒードベフヘシュティ駅からバリーアスル駅までの途中、駅なしの 7km、2駅が開業。2014年4月に、バリーアスル駅からアーザーデガーン間までの 12km、5駅が区間。2015年9月には、北東部側のシャヒードベヘシュティ駅から、 ガーエム駅までの 18km の区間が開通し、総延長 38km の路線になった。タジュリー州までの枝線区間が建設中である。4号線の路線図上のラインカラーは黄色。おおむね東西方向に走る。西のエクバタン駅から東のシャヒード・コラー・フドゥーズ駅までの延長 21km19 駅の路線であり、都心部はテヘランの東西の幹線。 革命大通りの地下を走る。2007年3月、第1段階のフェルドースイー広場から、ダルバーゼ・シェミーラーンまで開通。続いて2009年2月、第2段階のダルバーゼ・シェミーラーンから、ショハダー広場まで、2009年5月24日、フェルドースイー広場から、イスラーム革命広場までが開通した。 イスラーム革命広場から5号線に接続するエクバターンまでがも2012年に開通し、本線は全通した。また、B い目から分かれる支線により、メフヘラーバード国際空港までの区間も2016年に開通した。現在、21駅が設置されている。5号線、キャラジ駅5号線は、アルボルズ州の州と、キャラジとテヘラン西港を結ぶ路線である。 路線図上のラインカラーは緑。延長 41.5km11 駅の電化伏線の郊外路線である。1999年にテヘランサーデギー家駅からキャラジ駅までテヘランメトロの最初の区間として開業した。後にキャラジゴルシャフル間が延伸されている。最東端テヘランサーデギー家駅で2号線と接続している。 唯一テヘラン中心部を通らない路線である。2019年4月7日に9トルの区間が部分開通。途中駅はベサット駅のみが設置された。全通すると総延長3 3トル1 9駅となる。7号線は3号線とは対照的に北西から南東方向に走る路線で。 現在、新たに購入された最新の TBM で掘削が行われ、2017年6月10日に開通。18km、8駅。全通すると総延長 27km、34駅となる。テヘランメトロの地下鉄駅構内テヘランメトロの車両内テヘランメトロの各駅では、現代美術と伝統的ペルシア美術の装飾が組み合わされている。 すべての路線は ATP、ATS、CTC、スッカだが備えられている。ラッシュ時の運転感覚の改善、多くの駅の開業、エスカレーターやエレベーターに、車内空調など、全般的な設備の改善により、より多くのテヘラン住民がメトロを利用するようになってきている。イラン分解産機構は、メトロの振動がテヘラン中心部に近いバハーレスターのマスウーディへ。 偶に著しい悪影響を及ぼしているとして、非難した。同機構は、他に、付近のゴレスターン宮殿やイラン国立博物館での、振動についても、非難している。しかしながら、技術者や、専門家は、これを誤って、振動と感じる雑音に過ぎないと考えており、多くの大都市の地下鉄のように深刻な問題には、ならないとしている。ありがとうございます。